早速なんか質問してしまっても大丈夫ですか？はい、はい、ジャンベの演奏には歌がなかったのですが、こちらには歌がついているのには何か理由があるのでしょうか、という質問が。ジャンベの方も結構歌あるんですよ。で、必ずね、なんか歌が必ずあって、例えばダンスの人が、ダンスをする人が歌を歌うと、あ、このリズムを求めてるんだなっていうことを、ジャンベの叩く人がそれをキャッチして、そして叩いて、そして踊る。あるいはその太鼓隊の人がいない時には自分たちで歌を歌いながらその歌で踊るっていうのがあるということで、相当歌は重要なとこだと思うんですが、まあなんとなく今の世の中、世界的に、日本だけじゃなくてもヨーロッパでも、あんまり歌というよりかは、ジャンベといわゆるこのドゥンドゥンセットでやるっていう感じで、なんか割と歌は副次的になってるかな。その理由はなぜか、かなり意味がわからないことも多いよね。あ、そうね。それから、変な話、あの音っていうのは、まあ、例えば学びようがあるんだけど、やっぱ全くわけわからない言葉の歌詞を覚えるのは結構大変ですね。大変かな。だから、私たちなんかでも具体実際的なところでは、太鼓を叩くときに歌うのはとってもサビの部分とかある部分だけ歌って、あんまり長くは歌わないことが多いのかな。はい、すいません、答えになってたかな。なんか要は譜面がなくて、楽譜というのはなくて、耳から入って、それを、ね、アウトプットする、実際に弾きながら伝えていくっていう感じだって話があったと思うんですけれども、こういう歌詞っていうのはなんか紙とかに書いてあるものっていうのが存在するんですかね。全部聞いて、ちょっと待って、まさまけってカタカナで私たちは書いてちょっと待って、もう一回言ってでもそれは結構、もう特に私となんか相当違うと思う。向こうの人が聞いたら、何言ってるのかさっぱり分かんないって感じだと思う。向こうの人も口伝だもんね、書いて教えるわけじゃない。そうそう、向こうも、まあ、もちろんもでも向こうの人が書くわけはないから、もうあくまでも気でって言って向こうで言うだけなので、だからまあ友達さんなんかね、よくちゃんとしっかりした歌詞で出来上がってた、もうちゃんとした先生に習ってたので、結構歌詞の一つ一つも結構細かく注意されたんだと思うんですけど、私のは相当いい加減あるいはある人から習った日本人からまた聞いたりしてるから結構違ってると思いますね。ありがとうございます。山下さんから次の質問が来てますね。コラには何弦あるのですか？コラはジャンベと同じくらい古くからあるのですか、という質問ですね。はい、そうですね。まず、弦の数なんですが、21弦あります。で、21弦なんですけど、まあちょっとあれですけど、ピアノで言うと、ファ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 が、その後、ドレミファソラシ、ドレミファソラシ、ドレミファソラシ、声見ませんけど、ドレミファソラシ、ドレミファソラシ、ドレミファソラまであります。そんな感じです。はい、で、古からあるっていうのは、私もいつからあるかわかんないですけど、多分そうですね。これは現代版で、その昔はやっぱりどんな風なこれの原型になるようなものがあったと思うんですが、なんか古い本でも例えば絵なんかで、そのジャンベみたいな、こういう太鼓みたいなのとこういうものが同時に描かれたりしてるのを見たことがあるので、相当古くからこれにはなかったと思うんですけど、弦の数が少ないのは、そうそう、もっと弦の数が少ないそれから、まあ今日はここでは誰も演奏してないんですけど、5人とかっていうのがあって、6本とか、やっぱりこういうこの弦楽器結構いろいろあります、まあ、そこから枝分かれしてコラっていうのができたんだと思うんですけど、やっぱりその何か「ひょうたん共鳴バイオン」なんか糸を張って共鳴させるっていうようなものが、あったんじゃないかなと思います。あ、そう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 、ごめん、これはね、なんかね、王様のためのね、皇室皇室御用達だと、なんか
あんまり町の人はね、そう踊りとかの時はね、町の踊りではやらない。そう、あんまり買うと高いような。高い。あ、この日本でですか。日本でというか、まあ、現地で。でもそうですね、まあね、ちなみにですね、ざっくり言って太鼓は5万円鳥は10万円そうなんですね。ざっくり言ってね、いや、いろいろありますけど5万円、まあ、もっと安いのもあるけど1万2万のもありますけどね。でもなんとなくちゃんとしたジャンベって言ったら大体5万円。もうちょっと高いかも。いや、それは日本で買った場合ね。向こうではまあそれの3分の1ぐらいかな、4分の1ぐらいかな。日本で買う場合っていうのは、まあ、日本でそれを販売してる場所、お店があるってことなんですか。そうですね、東京でも10軒以上あるよね。東京10軒以上ある、これってところ、うん、現地で買ってくるんではなくて、まあ、私はね現地で買ったのと、あと私も今ちょっとついに3体になっちゃったんだけど、あのアフリカの人がね、これを買ってくれ、うち飯が食えなくなったんで買ってくれって言われて、あ、買ってくれって言われたんじゃなくてね、あの私はそもそもこのコラを始めるきっかけになったら、ある人がね、このコラを売りたいんだ、うちもうみんなお腹が空かしてる、だから買ってくれって言われて、で探したんだけど誰もいない、もうしょうがないから、じゃあ私買いますっていうことになって、でそっから始まったんですけどね。あ、そうなんですか。でもう一つは、あのマリに行って、あのアフリカ行った時に買ったんですけど、でもう一台はやっぱりその、まあ、向こうのミュージシャンが日本に来てて、その人が自分が国に帰るのに旅費の足しにしたいから、誰かこれを買ってくれって言われて、またそれも買ったっていう感じですね。結構元々の持ち主の方が、まあ、愛用されていたものを、まあ、売ってもらったという。そうですね、私もね、例えばね、マリで買った時もね、これ、あのこれだって言われたんですよ。あの、まあ、欲しいって言ったら太鼓屋がこれだ、他にないのこれしかないって言ってね、でそれがね、もうね、相当ね、茶色くで、もういぶし、いぶし、いぶし側のこの茶色の色でね、何年も前に作ったんじゃないかって、ずーっと売れずにあったんじゃないかと思う。年季が入ってる。でもそ、いわゆる経年劣化というか、氷炭とか年月が経っても傷まないもんなんですかね。色は多少変わるかもしれないですけど。まあ割れるかな、そうかな、割れたりね。それからやっぱりね、こういう手作り系の、まあ、ギターもそうだと思うんですけど、弾かないと音が悪くなる。もうとにかくね、いつも弾いてるとね、だんだんね、こうスキルアップではないけど、音がいい音がするようになってくるんですけど、弾かないでほっとくとならなくなるっていう感じですね。あ、じゃあ定期的に弾いてあげるってことがやっぱり大事なんですね。そう、大事ですね。ね、もう一件来てますね、質問が、コラはマリではどのくらいメジャーなのでしょうか。日本のギターのような感じなのでしょうか。もう全然。あ、そうものすごい限られてますね。あのこの間言ったの世襲制じゃないんですけど、ジャンベなんかまだ世襲制してもそれほどでもないっていうかね、町のおじいちゃんで好きな人が叩いたりもしてる。これにはね、やっぱこれ本当に世襲制だと思う。なので、まあ、とにかく街でこんなもん 見たことないよね、うんうん、そう、やっぱりね、なんかね、なんとか国立舞踊団とかなんとかだとか、なんとかそういう、何かそういう、まあ、イベントとか、なんか、まあ、イベントっていうかな、なんか、そういう行事、ホテルとかさ、うん、まあ、そう外人用の、そう、外人用のね。あの外人向けのなんとかとか、そういう時でしか、まあ、あんまりはないし、それから日常的にもあんまり結婚式の時にもこれあんまりやらないし、まあ、だからそんなもん習ってる私はやっぱりまずいかなと思ってどのぐらいのメジャーなもんなんですかって言うと、もちろん全然ギターではないので、日本の中でやっぱりおことする人とかそのレベルかな。ね、おことをする人とか、おことがある家って、まあ、昔で考えれば結構そこそこお金持ちだったりとか、そういう方家元のところ習いに行ったりとかして、やっぱり外人向けにしかあんまり演奏しないとかで、おことやる人は相当おことばっかりやってるみたいな、そういう意味でこれやる人はこればっかりやってますね。なんか人生これみたいな、限られた人しかできないし、本当は聞くこともできない、
そうね、我々庶民が聞ける楽器ではない。本当はね、結構、まあ、貴重なものっていう感じなんですかね。なんか言われたら私ますますだんだんやばいな、私こんなことして頑張れ、そんなこと練習しなくて。いや、やばくないですよ。いいじゃないですか、それをこうね、日本で受け継いで演奏してるってなかなかできることじゃないと思うので、うん、いいことだと思います。ぐんごどっか祭りというのを11月の5、6、7金土日でやります。場所は雑司ヶ谷地域創造館の第二練習室というところなんですが、ぜひぜひ見に来ていただければと思っています。そしてじゃーん、入場無料です。はい、入場は無料なのでどなたでも来ていただいて、何時間いてもいい、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。